ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はアンノーンピラミッドやっていきたいと思います。目の前から来ました。さあ一度ね、やり直しをしまして、お、ラジオか。これどうだろう、難しいだろうな、てか深いだろうな。ちょっと左、これさ、これってゴールのことなのかな。あ、来てるか。まだね、アイテム何も持ってないんだよな。開かない。ダイナマイトが欲しい。こいつを追って、ん？来てるな。たんね。ラジオしかねえんだよな。あ、電池だ。下か。うわ、来た。ってことはこっちいないのか。怒ってらっしゃる。上にも行けるけど、ああこの子こっち来たいんだよね、やっぱり。お、開かない。あー、これね。どっち行く？お二人さん、こっちかい？じゃ違うね。ダイナマイトなバーディーが欲しい。なんか守られている気持ちになるが。あー、これ出口かなのかな。なるほどね。じゃあ最終的にはそこに行きなさいと。あれさ、ミイラみたいなの動くんじゃねえか、あそこのやつ。動くだろうね、多分ね。開かない、開かないとこが多いな。あ、ここいいね。ここに戻ってくるの。オベリスク、金属探知機だけ。とりあえずダイナマイトがないと始まんないよね。そうだ、あとね、これ宝石たち効果があるっぽいね。しゃがみ状態とかスタミナ回復とか。なのでレベル1とかだから、多分レベル2とかがあって、そういうのは探しなさいと。
そんな感じ。あ、あるね。ラジオいらんな。あー、でも逃げるときとかあってもいいのか。下か。あ、下でしたね。まだレバー一個もないんだよな。ほんでダイナマイトなバーディーもない。いや、ある。でもさ、近くにさ、あの出口っぽいとこの近くに青い大扉と開かない扉があるから、開かない扉と大扉一個ずつはありそうだよね。近いか。あ、前か。来てる。フラッシュ。こっちにも回避あるな。あ、中にいるんかい。くそ、それはずるいな。ちょっとじゃあ、まあ右行ってみるか。左があれでしょ。でもまあ一個しかな、開いてないんだよね。お、電池だ。あんまりさ、このロッカーみたいなのにいいのが入ってるイメージないね。お、なんかある。あれもあれか。あ、違う。あれ、なんだろう。扉は封じられており動かない。ダイナマイトではないのかな。お、扉だ。まあちょっと優しく回避するポイントはちょくちょくあるね。うわー、なるほどな。一応こういうのがあるんだ。激おこ。ただやつの心音だよねこれ。あ、いけるね。あそこだ。やつを見下ろせる場所だったね。ほう、広いね。明るいぞ。開かない。
これは？レバーは？ない。レベ3。君だよね。君なら来れないでしょ。ただこの間にな、変なの。あ、来た。そう、これが変なの。あ、嘘。それはまずいかも。上か。戻ってきちゃいましたが、下だよね、確か。この下にさ、青い扉があったんだよね。あれ、なかったっけ。あ、君君。あそこ開けたのか。ああ、叫ばれたね。あそこだ。魔法陣みたいのあるなあ。あいついるわ。あ、なんだこれ。ん？あ、こいつがスポーンか。うわー、来た。敵に視認されなくなった。これめちゃくちゃいいね。おお、いらっしゃった。これさ、こいつらの、こいつらもなのかな。え、早っ。マジ飛躍早いって。ちょっと待って、これショートが小さく少し気づかれにくい。アイテムが湧き出る。来てるな。開いたけど、あ、ちょっと待って、それはまずくなーい。ここ回避でもなんでもねえもんな。でもレバー奥にあったね。4体ぐらい解放されなかった今。でもこれさ、これさ、足音の効果もあんのかな。全然アイテムねえじゃん。ダイナマイトもねえわ。
もう戻っ、やば。向こうレバー下げに行きたいけど、下ペタペタ歩いてんな。ダイナマイトが欲しい。気づかれてない？このまま。君はいいんだよな。え？いや、それ拾っとったら俺は騙されないぞ。絶対報告するだろう。君はそういうやつだ。ちょっと待ってよ。あいつうろちょろしてんな。あれ2本あるじゃん。アイテムが湧き出る。あと1本。カシの主役まだあったぞ。なんで？なんでかはわからないが、まあいい、あるものは使おう。あと。あと1個。あと1個なのよ。ダイナマイト欲しい。ここも怪しい。ダイナマイト入ってねえかな。あった。来たぞ来たぞ。来た。お前かよ。いやでもこれいけるのでは。わ、あいついるわ。
いるけど。よし、いけたぞ。追ってきてるね。お、熟練隊員とね、なりました。手に入れた財宝。お、エンディングへ。無我夢中で階段を駆け上る。ん？駆け上ったけど？え？あ、後ろから奴らが迫ってきてるのがわかる。とにかく死に物狂いで走り続けた。どれだけ階段を登っただろう。ついに地上の光が見えた。奴らはもう追ってきてはいなかった。ピラミッドの地下でミイラに追い回されたこと。息を潜めて巨大な黄金のマスクをやり過ごしたこと。神話に登場するメジェド神が実在したこと。こいつか、可愛かったね。自分が体験したことをとにかく人に話したが、誰にも信じてもらえなかった。それどころか、アンノーンピラミッドは存在すらなかったことになっていた。あれま。後日街頭座標を訪れたが、そこにはただ寂しく砂漠が広がっているだけだった。アンノーンピラミッド。いや、めちゃくちゃ面白かったですね。本当に、カゲロウの要素がしっかりありつつ、ただ、なんだろうな。レバーっていうね、もので扉を開けていくんだけど、ストーリーもありつつで、で、難易度があってね、今回は普通難易度かな、ノーマルでクリアしたんだけど、まあおそらく難しいのがアンロックされたんじゃないかなと思います。まあ、後々やっていこうかなと思いますけれども、とてもゲーム性がすごく高くていいですね。クマカこういうホラーゲームすごく好きです。はい、ということで今回は足早にね、上階と下層階、やってきましたけれども、また後々やっていきたいと思います。これデベロッパーさんなんて名前なんだろう。ツイッターフォローさせていただいてたけど、レイニーさんかな、レイニードールゲームズさん。いや面白いですね。これが初作なんだろうな、多分ね、とは思えないぐらいのクオリティの高さでしたね。とても面白かったです。はい、ということでサンキューフォープレイングと、こちらこそありがとうございました。このメジェド神ってやつがめちゃくちゃ可愛かったね。可愛いけど鬱陶しかったなあ、難易度アンノーンが解放されました。縛りプレイが解放されました。あ、縛りプレイとかあるんだ。まあ鬼畜な人用ですねまあクマカも割と鬼畜な方なんでね。どんな感じなんだろう。あ、財宝、あ、持って帰ってきたので持っていけるんだ。これはちょっとありがたいかもしれないね。ゲームが倍速になる敵の数が倍増する。うわ、ダッシュ禁止きついな。あ、これは鬼畜だわ。まあ縛りプレイが好きな方はね、ぜひぜひやってみてください。これね、500円でね買えるホラーゲームなんでね、とても面白いと思います。てか面白いです。はい、というわけでアンノーンピラミッドやってきました。今回はこの辺で終わりたいと思います。皆さん良き夜をお過ごしください。